ス連携だったね。ナイス。わかった。クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。ん？承認フェーズ？また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？あ、いや、ごめん、ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ、テストだとか承認フェーズだとか気になる単語が出てきたから。ふん、それで何か分かった？いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べててもわからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら悔しいに決まってるでしょ。いや、あの、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃあトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ、自称だけど、SAO には職業ってないし。モンスターと戦ったり、クエストクリアしたりするより。ダンジョンに潜って、お宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであること多いしね。
レジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか。ソロでの戦闘はただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか。まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると。確かにこの文様と同じだね。見間違いじゃないでしょ。ここが球体の入り口だと思う。ねえ、試してくれる？わかった。これでいいか？ほら、模様が光ってる。どうやらフィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすがトレジャーハンターだな。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も行っていい？当たり前だろ。一緒に行こう。
ました。これって天衣門かも。ちょっと見た目が違うけど。間違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるぞ。出られるか、よかったね。どうしたんだフィリア、あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える？フィリアは一緒には行かないのか？一緒には行かないから、あんたは帰りなよ。だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、わかった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら、新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ちなんとなくわかるかな。もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか？へえ、ここ管理区って言うんだ。試してみたけど、一度開通したら通るだけはできるみたい。わかった、じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな、気をつけろよ。システムエラーです。ホローエリアからは転移できません。私って何なんだろう。